を通して登場であります。モンスターリッパーにとりましては来日来今日この時が悲願でした。どうしてもジャッキーから CWA のタイトルを奪取すると常日頃豪語しておりました。さて CWA チャンピオン世界のスーパースタージャッキー佐藤今颯爽と登場であります。電源コロシアム脇に湧いております。ただいまより全日本女子プロレスサマーナイトフェスティバルダブルメインイベント第2試合 CWA 世界シングル選手権試合時間無制限リスマッチを行います。赤コーナー CWA 世界シングルチャンピオン150パンドジャッキモンスターリッパイ。レフェリー ジミー カヤワ。相澤健一リングアナウンサー熱の入った両選手の紹介であります。満員の電源コロシアム時間無制限デスマッチという紹介にどっと湧いております。果たしてモンスターリッパーかスーパースタージャッキーか世紀の一戦を迎えました電源コロシアム、佐藤さん早速なんですけども、デスマッチ時間無制限ということは具体的に言いますとどういうことなんですか、はい、ということはですね、はい、引き分け防衛などないようにですね、はい、しようということなんですよね、はい、で両者リングアウトになりましてもですね、フォールかギブアップではないと、決着をつけないと、はい、明らかにですね、はい、本当の世界一を決めようということなんですね、はい、さあ試合が始まりました。いやージャッキーとモンスターリッパー、世紀の一戦を迎えました。電源コロシアム。あーっとジャッキーがいったうまい。さあどうやら左に左に焦点を絞って攻撃をするようでありますジャッキー。今場内に過去ジャッキーとモンスターリッパーは参戦してですね、まだモンスターはジャッキーに一度も負けていないという紹介がありました、はい、どちらにいたしますと試合前から佐藤さんもですねジャッキーにとって一番危ないこの対戦ということを強調してらっしゃいますけどもね、はい、まさにファンの皆さんもそういった心配があるでしょうね。そうだと思いますよ、はい、やはりこう見るからにこの体重の差、体格の差ってのは先ほどありませんからね、はい、それに、ジャッキーも足にかけてましたんで、そのハンデなんかも大きいと思います。問題はジャッキーがこのモンスターの巨体にどう挑戦するかでありますが、捕まってしまいました。さて今橋本さんがね、放送席に帰ってくれましたが、ご苦労様でした。相当な興奮ぶりでしたね。ものすごく怖かったです、何も聞けなかったね、はいはい、さあ場内はもう本当にジャッキーに対する声援でほとんどこの私の声も果たして、お茶の間に届いているかどうか。大変なジャッキーに対する声援であります。超万人の電源コロシアム、橋本さんインタビューに答えてましたが、はい、今までの池下マキとはちょっと相手が違うというか、はい、ジャッキー佐藤はちゃんと言ってましたね、はい、まともに力と力の対決になりますともちろんジャッキーに勝ち目ありません。あーっと押されました。こういった怪力であります。シルル・レイ選手はまともにアメリカからやってまいりました CWA の選手であります。当然のことからこのモンスターリッパーを応援しております。ジャッ
ッキーの技もモンスターの怪力、そして大きな体にはなかなかまともに通用いたしません。この辺がジャッキーの辛いところであります。レフリーはジミー・カヤマであります。ブラインドをついて平野さんの巧みなチョーク攻撃であります。しかも加藤さん、モンスターリッパーは大きいだけではなくてですね、いろんなあの細かいテクニックも、あるいは大技も持ってますからね。そうなんですね、はい、だからうかうか近づいていくとその大技食っちゃうということになるんですよね。この辺は十分にジャッキーとしての通用研究しておりますが、注意しなくてはなりません。下にサポーターを巻いております。この下を2人に迫っておりますジャッキーであります。これは有効なようであります。ほとんどものに動じないモンスターリッパーでありますが、悲鳴を上げております。これは相当に効いております。かなり悪いみたいですね。悪いみたいですね。この辺はジャッキー十分に計算済みのようでありまして、盛んにモンスターリッパーの左膝を攻めております。どうなんでしょうか。長引きと不利であります。あ、靴の上から噛みつきましたモンスターリッパー。ジャッキー今日は素晴らしい先制攻撃から序盤戦は完全にジャッキーのペースでした。しかも左膝を相当に痛めております。しかし長引いてまいりますと、やはりモンスターリッパーの体力がものを言ってまいります。あ、相当に痛そうです ね。ご覧ください。さあ前半戦はまずジャッキーでしたが、果たしてこの後どういった試合になりますか。へい、ペヤング。よ、大盛りだね。うまいね。食べやすいね、四角くて。こりゃ私の顔、顔は四角でも味はまろやか。ペヤングソース焼きそば、ビッグだよ。相変わらずいい味出してるね。四角くて食べやすいペヤングソース焼きそば、気が利いてるよな。どうも、いい顔してるね。ビッグだよ、ペヤングソース焼きそば。あなたも経験ありませんか。我慢できない下痢、そんな時セイロガン投与で早めにお手当てください。食あたり、消化不良性下痢などに効き目があります。セイロガン投与は飲みやすい投与状。成長下痢止め、セイロガン投与。天元コロシアム満員のファンを集めまして、世紀の対決であります。ジャッキー佐藤とモンスターリッパー。さあジャッキー佐藤、相変わらずモンスターの左膝を掴んで持っております。シェリル・デイがどうやらモンスターの味方になっておりまして、盛んに牽制しております。ご覧ください。ここまではまずまずジャッキーの頭脳的な攻撃が功を奏しておりますが、宮尾さん、問題はこの後ですね。そうですね、どこまで ね、この体力ありますからね、はい、これをうまくね、どこまで、まあやっぱり早めになんとか勝負したいですね。はい、頑張って。汗びっしょりです ね。珍しく今日はジャッキー佐藤、汗びっしょりであります。一方のモンスターリッパーは汗をかいておりません。あの切符攻撃は来ます。さあロープの反動を利用して、あっと、うまい。ジャッキー曲がった。この点が世界のジャッキーであります。スーパースタージャッキー、あっと、うまい。上から行った。しかしこれはどうか、無理であります。さあジャッキーの動きが止まった。足を取った。おっと、足4の字に行きました。うまい。足4の字、足4の字。あっと、いやいや、セブンデイが出てまいりました。セブンデイが出てまいりました。ジミー加山、これを止めております。足4の字か。あっと、いや、一蹴り場外に転落したジャッキーであります。これはとんだことになりました。さあモンスターリッパーが落ちていきました。場内場内、ジャッキー佐藤完全に隙を突かれました。大丈夫かしら。ねえ、今すごい落ち方をしました、はい、今の危ないですね。あっと、モンスターが、あっ、鉄柱攻撃、鉄柱攻撃。ジャッキーやられました。どうなってますか。あっと、今あのプロプラドが行きましたよ。プロプラドも
審判部長の説明でありまして、出血が止まらずこれ以上試合を続行すると、ジャッキー佐藤のレスラー生命にも影響してくると、したがってレフリーストップとこういうことであります。リターンマッチがもう一度どうやらあるようであります。リターンマッチがあるようであります。ジャッキー佐藤にもどうやらリターンマッチのチャンスが与えられたようでありますが、しかしまあ今日のこの試合を見ていたんではファンの皆さんも簡単には納得できないでしょう。とにかく場外乱闘でですね、ジャッキー佐藤はモンスターリッパーの攻撃のようでありますが、ブラックペアやあるいはあのシェルで、そして一人のですねコラドにもやられたんですけどね、これはあのファンとしても納得できないでしょう。リングの上には怒ったファンがいろんなあの物を投げております。泣き崩れるファン、しかしとにかく執念が実った新チャンピオンモンスターリッパー、日本にやってまいりました時はただ大きさだけが売り物という感じがいたかしました。モンスターリッパー、しかし今ここに晴れて無制限デスマッチ堂々とジャッキー佐藤を破ったモンスターリッパーに今認定証が渡されます。全日本女子プロレスリングコミッションコミッショナー上田真嗣、上田真嗣コミッショナーから今認定証が渡されまして、ジャッキー佐藤のお腹に巻かれておりましたチャンピオンベルトが今、ああ果たしてあのこれ届くでしょうか。あ、やっと巻かれましたモンスターリッパー、晴れて 3AA のチャンピオンであります。しかしこれはあのミルドロ・レッドバーグ会長もですね、はい、佐藤やアメリカで喜ぶことでしょうね。まあ、そうでしょうね、はい、あのどういう手段使ってもいいから取ってこいっていうふうな指令でしたからね。はい、しかし今お聞きいただきましたようにもう一度ジャッキー佐藤のですね、はい、なんといってもこれはデスマッチだったわけですから、そうですね、それがレフリーストップとしてね、はい、試合が中断されて、はい、モンスターリッパー新チャンピオン誕生となったわけでありますが、再び、もう一度このモンスターリッパーとジャッキー佐藤戦うことがどうやら決定したようであります。20分一本勝負バイオネタスタ長
胸躍る演出です。華やかにテープが舞って、今場内にさっと明かりが戻ってまいりました。いやこい DJ DJ 紋付き羽織袴姿であります。いや長与千草のこの紋付き羽織袴姿、なかなかあの活動としていていいですね。そうですね、あのまあ厳しいというかね、はい、こういう感じがしますね。さあそして今日は時間無制限髪切りデスマッチでやります。長与千草が今ハサミを高く右手に持ってファンに見せております。選手の紹介です、選手の紹介です。長与千草が紹介されました。上にかざしております長与千草、テープが飛んで体験だ、後頭席までテープで渦巻ってしまいました。そして今度はダンプ松本の紹介だ。ダンプは右手に高々と竹刀をかざしております。いやー選手の紹介だけでも何かあの胸躍る感じの宮本さん、ね、リング上ですね、あの会場全体がちょっと熱気立ってきましたよね、はい、ような熱気ですね。これは大変な一戦を迎えました。実はこの選手紹介の前にちょっと上田晋司コミッショナーがリング上に上がりまして、デスマッチのルールが満員のファンに紹介されております。レフリーは 3AA からこの試合のために特に派遣されました公認レフリー、ポセ・トレスが当たること、そして時間が無制限の一本勝負であること、勝敗はカウント3によるコール、ギブアップ、ノックアウト、ドクターストップ、レフリーストップのみによって決まります。そして場外はカウント20なんですが、カウント20を終わっても選手が上がってこない場合にはセコンドがこれリング上に上げるということは場外カウントアウトがないということなんですね。そうですね、要するにあの、はい、両者リングアウトの引き分けはないということですね。そうですか、いずれにしろ決着をつけるということですね、はい、そしてセコンドは試合中一切リングに上がることはできないと、こういった厳しいルールのもと、いよいよデスマッチ、紙切りデスマッチ特別試合が行われます。あれちょっと待ってくださいよ、今どうなってたんですかねえ。いやーこれは驚きました。今あの覆面の選手が実はダンプだったんですか。そうですね、はい、放送席完全に騙されました、恐れ入りました。私は覆面のマネージャーと思っておりました。従ってあえてご紹介いたしませんでした。ところがさっと覆面を取って、なんとその覆面の下からダンプ松本の顔が現れました。これは驚きでやります、これは驚きです。何かあの意表をついたね、意表をつきました、です、ね、いやもう何が何だか分からなくなりました。高層席今ダンプ松本がその素顔を表しました。そうしますとこの放送席に来ていろんな悪さをしたのはあれダンプ松本じゃなかったわけ、あれ違いましたね、違いましたか、はい、もうサングラスをしてね、ああいう格好をしてましたからね。なるほど、ちょっと分かりませんでした、ね、いや私も全く分かりませんでした、驚きました。さあ試合がもう始まっております。小さ小さというもう不明にいた絶叫が今大阪城ホール四方から沸き起こっております。早くも今日から人形に運ばれております。今日のレフリーは先ほどもご紹介いたしましたホセ・トレスであります、公認レフリーであります。この試合のレフリーをやるためにはるばるメキシコからやってまいりましたホセ・トレスであります。したがって阿部志郎は今日はリングサイドの姿を見せておりません。こういったことだけでも一応まあ安心なんですけども、しかし極悪同盟の全員が集合しております。今日は驚きました。とにかく覆面をかぶっておりましたダンプ松本、意表をついて覆面を脱いで試合が始まりました。まあ長与千草としても相手が最初分かりませんでした。これだけでもびっくりいたしました。しかし相変わらずですねダンプ松本まずあの力で攻めてきてますが、これが肩にはまってバッチリと決まってますね。本当ですね、はい、もう最初からペースを握ってしまいましたよね。そうでしたね。この辺りの演出は誠に見事、極悪同盟であります。おっと今度はコテトですが、長与千草に対しまして何かものすごい勢いで中国でやります、注意を与えております。今のは
宮本さん、どういった注意だったんでしょうか。ちょっと発見しないんですけどね、はい、キックはなんかいけないようなことをしてますね。いや、実はですね、メキシコあたりでキックっていうのはね、禁止されてますか。そうですね、はい、ですからね、メキシコからやってきた公認レフェリーなんですけども、クラッシュギャグ長与千草の得意技キックが果たして認められるかどうか、このあたりは長与千草たちも一抹の不安があったようであります。今、攻撃に対しまして注意が与えられました。しかし、自然によるですね、はい、反則行為は OK のルールですからね、はいはい、今の注意はちょっとおかしいと思うんですね。そうでしょうね、はい、未制限、一本勝負ですマッチ、紙切りマッチであります。紙切りマッチとは、ファンの皆様全国ご承知のことを思われますが、負けた方が勝った者によって髪を切られるという、特に女子プロとしてはもう本当に過酷この上ないルールであります。このルールをあえて2人とも受けて、こうしてリング上対決しているわけであります。何か騒然としてまして、私も興奮していましてね、冷静にお伝えすることができないんですけども、どうでしょうか。もう今何か恐怖攻撃をやってるんじゃありませんか。狂気でなんか頭をついてますよね。やってますよね、はい、今日はリングサイドフラットカメラマンが何十人というカメラマンが取り囲んでおります。したがってグランド技になりますと、この放送席からは全くリング上が見えません。あとはフォークのような狂気、やはりなんか持ってますか、はい、ついてますね、はい、見えない部分はアストロビジョンを見ながら放送するという、誠に今日は熱狂また熱狂の大阪城ホールです。最大収容が1万6000人という大ホール、満員のお客様を集めております。今日の全日本女子プロレス、いよいよ紙切りマッチ試合が始まりました。まあ初めからちゃんとした試合というのは期待できないと私も思っておりましたし、それから長与千草も言ってました。今日はだから勝つしかないんだと、私としては手段を選ばずとにかく勝つんです、こう長与千草抱負を語っておりました。果たして勝って、今茶色に染めておりますダンパ元の髪を切ることができるか。さあサソリに入るか、カウントが入りました。サソリがために入ろうという長与千草でありますが、足の力で崩されてしまいました。ダンプ松本の力は相変わらずであります。そうですね、逆に足攻めに合ってますね。本当ですね。まあしかし今日はセコンドは試合中、一切リングに上がることはできない、禁ずるという条項がございます。この1項目が非常に重さを増しております。したがって極悪同盟の全選手リングサイドに集結はしておりますが、リングに上がることはできません。さあ赤い竹刀を持って今小倉泉選手がリングサイドをうろうろしております。場合によってはこの赤い竹刀がですね、長与千草に渡るかも当たりませんね。そうですね、はい、リング下ではですね、もうセコンド陣がですね、お互いにもう争ってますよね。そうなんですね、リング上にセコンドは上がることができません。したがってリングサイドで両陣営のセコンドが本当にもう試合をやっているような感じで争いを展開しております。さあキックが2発入りました。さあ長与が怒った、長与起き上がりました。今試合時間5分経過が過ぎられておりますが、いやーそれにしてもいいような興奮であります。大阪城ホール、大阪のファンの前にお目見えいたしましたクラッチギャルズ長与千草、長与そしてライオネス飛鳥の人気はこの大阪でも抜群のものがあります。大阪のファンというのはまた反応が鋭いでしょう宮本さん、そうですよ、ですからこのクラッチギャルズ長与千草に対する声援がまた一段と熱狂エスカレートしております。まあ今のところですね、長与千草も相当カッカ来てますから、何かダンプ松本の力にですねまともに対抗しようとしてちょっと形勢が悪いんじゃありませんか。そうですね、まあ、やはり松本がペースを握ったような、はい、序盤戦ですよね。そうですよね、とにかく放送席全く騙されてしまいました。なんとダンプ松本が今日は覆面マスクをして登場してしまいました。そうしますとダンプ松本になりきったいた選手はあれ誰だったんですかね、ちょっと分かんない、仲間あたりですかね。格好から来ますとね、はい、そういう感じもするんですけどもね、分かりませんでしたね。あーっと何をやってるんでしょうか。おっとおっとおっと、どうしたんでしょうか、今どうしましたか。
この放送席からはもう全く状況が務めません。あの勘でですね、ええ、ちょうど石油缶のようなものであの頭をぶつかったなるほど、この勘ですね、はい、いやこれが出ましたか。とにかく強攻撃は十分確保しております。今日も長いおつみさん、逆に今、あーっと早くも気に入りました。畳を持ち出しました長与千草であります。目には目、歯には歯、狂気には狂気であります。髪の毛を掴んで今、おっと、ハサミを持ち出しました長与千草。しかし、これをやりますと今度は逆にやられるぞ。あー、やられてます。長与千草がやられております。髪切り待つというのは試合中ではありません。試合が終わって、勝者が敗者に対して行う儀式であります。どう勘違いいたしましたが、ダンプと長与、早くもハサミが出てますよ、リング上。本当ですね。はい、ハサミってね、危険ですからね。そうなんですね。え、いやこれはちょっと心配になりました。これはちょっと心配になりました。徹底的にやられております。さあ、今コテが行きました。コテが行きました。場内はもう悲鳴であります。コテトレスが行っております。果たしてこの事態を収拾できるか、収拾できるか。ホテトレス、メキシコからはるばるやってまいりました公認レフリーであります。しかしホテトレスも何か腕をやられました、あるいはハサミで切りつけられましたか。あーっと、長与千草の額から流血、血が流れております。すごい試合です。この流血のダメージ大きいですね。顔面真っ赤、まだ髪は切られておりませんが額を割られました。長与千草、真っ赤な真っ赤な血を流しながら今サソリ固めの体勢に入りました。いやこんなに早く血を見るとは思いませんでした。こんなに早く畳がリング内に持ち込まれるとは思いませんでした。あーっとマイクを持った、ダンプ松本マイクを持ちました。そしてこのマイクであーっとまた脳天を一発、脳天を一発。バイオネスアーツが活気だった表情で今リングサイドを駆け巡っております。いやセコンド陣が下で、そして長与千草とダンプ松本がリング上で死闘の戦いを展開しております。顔面真っ赤、ジャガー横田も出ております。ジャガー横田も出ております。どういうことになるのか。未成年日本勝負デスマッチ。宮本さん、これちょっと試合続行が早くなりますね。あ、そうですね、はい、このままいきますとね、いやひどいようですかね。危ないです、危ないです。あーっとタオルが入りました、タオルが入りました。このタオルを今投げ飛ばしました。タオルが入りました、タオルが入った。ジミー加山からタオルが入りました、タオルが入りました、タオルが入りました。いやタオルを今放送席に投げ返しました長与千草。一体事態はどうなるのか、どう収拾されるんでしょうか。宮本さん、ジミー加山がタオルを何回となく投げ入れてるんですが、このタオルをですね、けなげにも長与千草は投げ返してるわけですね。いやー、果たしてどういうことになりますか。タオルが入っております。カウントが続けられております。千草立てるか。さあ、ピンカウント、ピンカウントが続けられております。さあ、ピンカウントが続けられております。あー、これはどうか、立てるか、立てません。ノックアウト、ノックアウトで決着がつきました。ノックアウトで決着がつきました。宮本さん、ノックアウトですね。ノックアウトですね、はい、今の10カウント数えましたからね、はい、その前にタオルが入ってました、はい、しかしタオルでは決着がつかなかった。そうですね、はい、改めて10カウントが取られまして、長与千草立てませんでした。異様な事態です。大阪城ホールは異様な事態を迎えております。しかしレフリーの判定は10カウント、これドレスは10カウントを取りました。さあ、そうしますと決着がつきました。早くもダンプ松本は髪切り抜こうとしております。勝った方が負けた方の髪を切る、過酷なこれは決まりであります。あのダンプ松本がなんかバリカンを持ち出しましたね、はい、そうなんです、はい、バリカンを持ってます。もうしかしね、これ以上いいじゃないかという気がしないでもありません。長与がリング上に無断にも運び込まれます。いよいよ髪切りが始まります。髪切りの儀式です。勝者が敗者に行う過酷な儀式です。
いや今長与千草の首に鎖が巻かれました。やはり行われます、紙金の儀式が行われようとしております。コミッショナーが上がりました。やはり上田真嗣コミッショナーがやめてやめての絶叫の中、紙金の儀式を通告いたしました。通告しましたね、通告しましたね、はい、バリカンを手にしておりますダンプ松本、これから紙切りが始まります。これから紙切りが始まります。いやー大熱あったが矢川横田が抗議、監督ですからね。いやーついに始まった、ついに始まりました。いやー補正プレスもやっております。メタメタだ、長与千草の髪が切られます。長与千草の額が切られ、今髪が切られました。まああの決まりとはいえ、勝者の敗者に対するこれが決まりの儀式とはいえ、ちょっと長与千草にとっては残酷すぎます。長与のファンにとっては、クラッチのファンにとってはあまりにも残酷すぎます。今ダンプ松本の手から長与千草を奪い返しましたのはジャガー横田とライオネスアスカ。いやーそしてそれに覆いかぶさるようにいたしましてデビル正美であります。若い選手たちが泣いてますよ。僕は一緒に印象的なのはね、ジャガー横田も泣いてますよね、はい、そうなんですね。横田2年前の5月にですね、はい、自らギャラクティカでですね、コメント髪の毛をかけて、はい、そして敗れて自らも髪の毛を切った経験があるわけですよね。そうでした、長与の気持ちを今一番分かってるでしょうね。極悪同盟が今控え室に引き上げようとしております。引き上げていきます。その背中に向かってファンの女性が飛んでおります。大阪城ホール、さあ長与千草が今やっと起き上がりました。しかし頭をねタオルをかけて隠してますよね。隠しているのがライノネス飛鳥、デビル正美、そしてジャガー横田であります。今日は公平に見ようとしてたんですけども、どうしてもやはり長与千草側に立とうと、勝ってやりたいという気持ちが私も強くいたしました。まだ騒然としておりますが、この辺りで大阪城ホールからお別れすることにいたします。山本さんありがとうございました。どうもありがとうございました。挑戦し敗れ去りました。この2人、今やもう頂点をこの TWA の世界タッグ選手権に期待と決めております。そして私のテーマ、さあ後楽園全員が声を揃えております、口を揃えております。今や人気最高のフラッシュがこれから入場してまいります。そのフラッシュの入場を待つ後楽園ホール、30年のレッドレスの流れを変えると豪語しておりましたスラッシュが今見事にその流れを変えました。時代を作りました。満員のお客様、そしてスラッシュ心が一つになって今入場を待つ場所であります。花道が満員です。なかなかスラッシュが出てこれません。飲み茶です、飲み茶です。最近のクラッシュはリングに配置するまでが一苦労であります。例によって戦闘的な服装であります。テープが早くも飛び交っております。そして花束を持ったファンがリング上ずらりと列を作っております。これだけの花束はちょっと持ちきれませんね。はい、クラッシュに対しましてまた挑戦者
メキシコのギャラクチカ・ゴンザレスに対しまして今花束が送られております。後楽園ホール、いやーそれにしても松岡吉子さん、はい、大変なことになりましたよ。すごいです。はい、あのちょっとリングサイドに来なかったんですけれども、ものすごいです。もう雰囲気が一変してますでしょう。テレビで見てるのと、はい、こうやってリングサイドで見るのと、そうなんです、ね、なんかいろんなステージのね、司会なんかなさるでしょうけども、はい、これだけの熱狂ぶりってのは珍しいでしょ。ないですね、はい、歌い手のね、先生の歌い手の時も、ね、はい、こんな感じじゃないですよ。そうですよね、はい、異常ですね、はい、またね、陸上の選手と学生のファンの2人のプロが一つになりました。そしてその気持ちがステージで見つけ合っております。熱狂の後楽園ホール、さあこれから試合が始まる前でありますが、もう試合が始まる前からこの異常な熱狂ぶりであります。ちょっと睨み合いが続いてますね。しかしあのクラッシュもですね、本当に気が強いと言いますか、なかなか負けておりません。今 UWA のチャンピオンベルトがコミッショナーに返還されます。でもね、シアノさん、はい、これだけね、この熱狂できるっていうのはいいですよね。そうですね、プロレスを見てくれた人たちがね、もう熱狂した発信してくれるっていうのは嬉しいですよね。そうですね、選手権会の手認定いたします。今、選手権会の上田真嗣コミッショナーから認定書が読み上げられております。この試合が正式に3WA の世界タッグ選手権試合であることが今ファンの皆さんに告げられております。それを聞いてまたファンが矢が上にも熱狂しております。まだ試合は始まっていない。あーっと足を飛ばしました。中に入っているのがジミー加山であります。試合前からこの熱狂ぶり、興奮ぶり、まだリング上には数多くの生徒がそのままこれを片付けないことには片付けないことに試合が始まりません。スーパースーパー、あるいはアースターアースター、早くも大大合唱であります。いやこれだけのファンの熱狂声援を浴びて試合ができるという、なんと幸せな感じになるでしょうか。フリーエディングアナウンサーが改めて選手の紹介であります。この試合は1分3本勝負。まだこんなにテープをファンの人たちは持ってたんでしょうか。すごいですね、はい、あっという間塩崎のテープで渦まりました。今度ね、今度会場でね、はい、テープ売らせてもらいます。はい、はい、すごい儲け、すごいですね。なんかと日本に来るときには UWA の世界ベルトをしっかりと巻いておりましたギャラクチカ、しかしそのベルトも失いました。今は何としても CWA の世界タッグ選手権を取って歴史に帰りたい。ライブニコリにとりましては今日は負けられませんね、もちろんそうですよね、はい、UWA のタイトルをですね、横田とのダブルタイトル戦で打ち合って、その後、まあ、ゴンザレスがリターンマッチを挑んだんですけども、そこでも敗れたと。これはもう今回のこの CWA の世界タッグを取って帰らないことにはね、はいはい、やっぱり自分たちのメンツが立ちませんからね。今やクラッシュボールに爆発しております後楽園ホール。さあ戦う時がやってまいりました、クラッシュギャルズ 3AA の世界タッグ選手権試合、大切な大切な一戦を迎えました。今戦いのゴング、戦いの火蓋が切って押されました。今日は4万人のファンの前でどういった試合を展開いたしますか。早く先制攻撃であります。早くも先制攻撃、クラッシュギャルズ。
騒然としております。少年人のファンが入っている後楽園コール、試合が始まりました。戦いの火蓋が切って落ちされました。まず捕まってしまいましたのがダイナミックアップであります。強烈な足、まあ、足とも負けておりません。足とも負けておりません。いやー本当にもうこの私の声も聞こえないようなねえ、バッタバッタコールが起こっております。声をかれ、気持ちを揃えて、リーダーが声援を送る5万人の後楽園コール、スラッシュギャルズのファンの日立、あーっと今度は涙が出るほど嬉しいでしょう。こういった時をいつか作りたい、こういった時代をいつか私たちのツアーで作ってみたい、流れを変えると豪語しておりましたクラッシュギャルズ、今まさにその時を迎えております。さああとは CWA のチャンピオンベルトをしっかりと守ることができるかどうか。ギャラクチカの力比べに入りましたちぐさ。今日はしかしね、長与陳さんも決して体調が十分ではありません。腰を痛めてるんですね、また。はい、そうですね。はい、まあ、とにかく今はどこに行っても超満員、苦しい日程がずっと続いております。あ、やらした。やはり手になるかどうか、手になるか。やはり手を出した。やはり手を出しました。五冠同盟が手を出しました。ファンの悲鳴、皇帝であります。あ、どうなるか。あっと、皇帝が出てこられました。どうしたんでしょうか。全日本女子プロレスマップロックになりました。デビルの富が今度はステップに入りました。デビルの富がステップに入った。極悪同盟の出現でデビルの富が出てまいりました。両外戦です。ダイエネスアップが今ガラクタを捕まえた。よし、行け。さあ、次の流れ行け。今、三方を行います。マッサーイエース、テーテルであります。そして後ろに落としました。後ろに落としました。ダイオネスアップが上から行ったがカウントは入りません。ジミー・カヤマ2人攻撃を取りませんでした。カウントを入れませんでした。改めてダイオネスアップかブレンバスターの体勢から今度はカウントが入ったがローラ・ゴンザレス入ってまいりました。心配そうに準備を終えております。さあ、腕を逆に取られました。ダイオネスアースカ、優勢の時には声を揃えてアスカあるいは長与審査を声援することができますが、ちょっと姿勢に回りましてどう声援というかわからないというファンであります。ようやく今このファンの声援が一つにまとまってまいりました。ようやくファンの気持ち、ゲームが一つにまとまってまいりました後楽園ホール。しかしそのファンの声援もありながらダイオネスアースカ不況に立っております。ダイオネスアースカ苦しい。今日はこの後楽園ホールのすぐ隣、後楽園アイスアリーナで第1回ファンの集いが行われました。いろんなファンからの質問が出たんですけども、その中で風林火山というのはどういう意味ですか、そういった質問がありました。よし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 、風林火山を花火し心臓にしております。よし、早くこと風のごとく、早くこと林のごとく、そして侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし。さあ、いつ風林火山ダイナミックアースカやりました。ようやく反撃に移れるか。今ロープをつけあります。そしてサインを送って長与陳さんにタッチだ。さあ、サインに今行くぞというエルボーであります。エルボードロップキャッチです。ようやく2人のコンビネーションがね、徐々に力を表してまいりました。今度はコーナーポットに詰めております。ローラーゴンザレス対戦、すごいですね。今のサントリードライブですけどね、はい。さあ、そしてドラッグが出てまいりました。
豊島はことあるごとにね、松本優が手を出しますがね、やはりあのタイトル戦ですからね、あまり変なセッター出さないでほしいですよね。そうなんですね。やはり力がありますトランプか。さあ、ショーが展開されておりますリング上、フリーダブルエーの世界卓選手権、長与、そして第4サースコンコルマシテは大切な防衛戦を迎えております。声を揃えてちぐさ審査の声援が期待にかぼそくなってまいります。期待に不安に変わってまいります。後楽園ホール、あー一発。さあ、またスープラトンが出るかどうかであります。あーっと、2人でセットバック、2人セットバックであります。ガラッと打ってまうから、より下がった、また一発勝負、綺麗な技が発生しました。空手技はまらずに窓ゴラゴンダです。さあ、ローラが今入ってまいります。1回転、依然としてアイムチャースが捕まえております。抱え上げた、今日のあのフラッシュなかなかいいんじゃありませんか。そうですね、なかなか負けてないですからね、はい、さあストレッチ技に入りました。メキシコの選手に対しましてこういったストレッチ技どうでしょうか、効いているか。あーっとがギャラクタが登場しようとしました。しかしファンが黙っておりません。噛みつきだ、噛みつき、ガラッタが噛みつきに行きました。ようやくメキシココンビライオンシャースカを捕まえました。さあ、またアスカアスカ声援が巻き起こっている後楽園ホール。何かあの長与千種選手が今ちらっと映りましたが鼻血を出してるようですね。なんかどっか打ったんですね。はい、鼻血を出してましてね、いよいよ苦しくなってまいりました長与千種。さあ、ライオネスがどう持ちこたえますか。今長与千種入ってまいりました。鼻血を出したのが入ってまいりましたが、すぐにコーナーに捕まっている。いやー、千種苦しいですね。さあ、今ハンドを積み上がった。そしてどうするか。あー、近くでは空振りであります。長与千種よくかわしました。足が飛んだ長与。さあ、もう一つ飛んだ、ハイキックしてやります。ハイキック、そして後ろに落としました。長与千種カウント3返した、鮮やか速攻決まりました。あの素晴らしい速攻、ファンが熱狂しております。早かったですね、本当は一気に決めましたね、いやまさかあのまま3つ決まるとは思いませんでした、本当でしたね、鼻血を出しながら苦しいね長与千種だったんですけども、速攻でよく今仕留めました。しかしどうでしょう、気が止まらないんでしょうか。ご覧ください、苦しそうです。ライオンスタッフがきつかっております。まず1本が先制いたしました。なんかバンプが出てきてね、ちょっと ね、ちょっと危なくなりましたね。作戦なんかつけてますか。はい、しかしが、ね、ギャラクタも相当に効いてるようですよ。もうこうなったらクラッシュはですね、速攻でストレートで決めるしかありませんね。さあ、危ない危ない、どうかどうか、足が取った、足を、さあ、よし、さあ、なんとか逃れるか、足を持ちました。よし、さあ、今日は長与千種ね、非常に積極的な攻撃であります。あ、またしかし打った、鼻血を出している、鼻血を出している長与千種に対しまして顔面落ち、そうですね、ご覧ください、ちょうど苦労の中で顔面苦労ですね、あれは目、ね、あの手が当たってますね、
いや、すごいですね。本当に荒っぽい攻撃であります。荒っぽい攻撃を仕掛けております。また、クレーンが来た。小さ、小さ、小さ、小さ。今、大変で触った。ロケットの時間ですけども、これは大変になりました。松本がドライバーのような強さを見せてますね。凶悪をかわしてますね。一本を取られましても完全にね、逆境を打たしました。デビルマさんもね、これはクラッシュに対しましてチケットに来ておりますが、どうでしょうか。足を出します。あ、ギャラクサもう一発攻撃に行きます。さあ、今度はどうか。あっと、強烈です。メイクブリーカードロップに入って、それからまた独特のストレッチ技。さあ、ちょっと苦しくなった。これは苦しいぞ。これは入っている。しかも右の蓋を攻めております。ギャラクサ、うまい構成だ。いやー、相手のエースポイントはちゃんと見てますね。ちょっと長いよ、次さ、苦しくなりました。鼻から出血、顔面攻撃、そして今度は右の下であります。右の下を徹底的に攻められております。ファンから次のコールが飛んでおります。さあ、どうでしょうか。あまり長引くとちょっとちぐさ、致命的なね、気がするんですけども。そうですね、たくさん叩いた右膝をね、あれだけ集中攻撃ありますよね。動きも緩みますからね。ライオネサーツが入っていこうという体勢なんですけども、なかなか入れません。その間にローラゴンダです。そしてがギャラクシカ、徹底的に長いチグサを打たれつけております。膝、そして今度は手であります。そしてチグサ、2回が入りました。絶対値が入りました。なんと松本が荒れ狂っております。今、あー、ライオネサーツの手が入ってしまいました。絶対攻撃を受けました長与千草。そしてライオネスアスタークラッシュギャルド。松本を乱入しましたけどね、やはりこれは両軍の試合なんですからね、はい、自分たちには関係のない試合なんですから、ちょっと分かりませんね。やりすぎですね。さあ、帰る帰るというファンの声援がまたスタンド高くなってまいりました後楽園。さあ、サイドドライバーが入るか。しっかりと固めて、サイドドライバー入りました。長与やりました。ローラゴンダレスに対して、あっと、これはカウント中でした。腹を置いて流れました。マットを返す気がしがっている。長与千草、さあどうか。あっと、あと1回転、2回転、指を止め、がっちりと入るか。ダメですね。ここでライオネスアスカにタッチいたします。タッチギャルズ、さあタッチして、あーっと入った。これは強烈なエルボーでした。そしてサソリ固めであります。ご覧ください、サソリ固め入りました。そしてギャラクシカに対しましても長与千草が入りました。これまたサソリ固めの体勢であります。さあ、あっと、ダメだダメだ。バケツが出る、バケツが出ました。バンプ松本、どうしようもない。もうちょっと試合を、せっかくいいところ決まると思いますと、こういった反則攻撃、強行攻撃が出ていますが、熱狂の後楽園コールであります。しかし、ちょっと後楽園の登場で試合がぶっ壊し、さあ、ライオネスアスカが捕まった。ゴンダレスがいぞ。そしてローラ・ゴンダレスのキック、今度はどうか。あーっと、ライオネスアスカを取った。ライオネスアスカを取った。はい、いった。さあ、チャンスであります。ギャラクシカが下に落ちた。さあ、スープラトンか、どういくか。エルボーだ。そしてトップロープに上がったのはライオネスアスカだ。どうか、いい打ちだ。よく見ていなきゃダメ。残して戻して、また来ました。危ないぞ。さあ、何をしてるんでしょうか。
てめちゃくちゃだ。そして長与が危ないぞ、長与が危ないぞ。三攻撃オプラトンを受けております。長々と伸びました。さあ決まるか、さあ決まるか、決められるか、決められるか。さあ長与がもう一回、あーっとこれはどうするんですか。あそこからですか、あそこからのサイドドライバーですか。これは大変なことになりました。いや、そのまま行きましたね。はい、はい、そうですね。これはダメ、これは決まってしまいました。ファンの悲鳴の中、長与がまたホールを取りました。何か寒気がするような本当に大技、この2人はやりますね。やはりね、ファンの声援興奮を最高潮に達しております。これで1対1になったんですけどね、はい、まあ、クラッシュギャルズがやはり初防衛戦というね、プレッシャーにどれだけ耐えられるかっていうのは決勝ラウンドの勝利ところになりますよね。ありますね。この試合はひどい。ジャガー横田も出てまいりました。ジャガーも出てまいりました。もう徹底的な反則攻撃、強力攻撃、期間を選いません。ラ・ギャラクタとゴンザレス全く期間を選いません。勝つために期間を選ばず、今ジャガーとギャラクタが睨み合ってますね。この後楽園ホール超満員のお客様、全てを敵に回してもどうしても 3AA のチャンピオンベルトが欲しいんでしょう。3本目が回避されました。さあ杉下復興駅、盛んに足を飛ばし、そしてエルボーを飛ばしておりますが、なかなか相手に通用いたしません。さあ今杉下からアッカー、そしてコールも変わっております。アッカーコールだ。そしてさあシュートラトンになるか、長与がセカンドロープからトップロープに上がった。一気に行くか、パイルドライバーだ。そして長与が飛ぶか、長与が飛ぶか、長与が飛ぶ、長与がヘッドバット、長与の強烈なヘッドバットであります。これは効いてます。場外に落ちました。クラッシュギャルズ一矢報いました。さあ今のは強烈な感じで下に落ちましたね。そうですね、はい、ちょっと上がってこないですね、ちょっと上がれません。さあまあしかしね、なんとしてもチャンピオンベルトを持って帰りたいという執念が欲求の高いぶりに出ております。さあギャラクシカとローラ・ゴンザレス、しかしそう簡単にはこのチャンピオンベルトを渡すわけにはいきません。クラッシュギャルズ、大切な TWA の第1回の防衛戦であります。杉下戻れ、ロープに引きました。足が飛んだ、やったー。やはり疾走力では勝っております。簡単には負けません。決まってますね、決まってます。足に来ました。さあそしてライオネスが登場しました。ライオネスが登場しました。恐れをなしました。おっとおっと、覆面を外にかかりました。覆面を取りにかかりました。かろうじて逃れましたギャラクシカ。今度はローラが起こった、ローラが起こりました。リング上にはローラ・ゴンザレスと、そして長与千さん、そして三田のゴールは一攻撃、ご覧のようにギャラクシカが長与千さんを、あっと、ああ、また極悪同盟が行ってます。極悪同盟が今、ライオネス・アスカを痛めつけました。さあ、リング上長与千さん一人になった。これは危ないぞ、これは危ないぞ。二人攻撃だ、ニュープラトンになった。さあどうなるか、危ないですね。ジミー加山、ジミー加山どこを見てるか、ジミー加山どこを見てるか。危ない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 。リングの下ではバイオレットアッカーが燃えております。アッカー
ライオネス飛鳥の顔が鮮血に染まっております。ライオネス飛鳥の顔が鮮血に染まっております。いやー、両面乱闘でやられました。大出血、ライオネス飛鳥大出血。うわ、試合はどうなるか。清見て興奮、清見て興奮であります。これ以上戦えるでしょうか。これはちょっと難しい。よくかわしました。長与が行く、すぐさが出ました。あとは大丈夫か。ああ、すぐさがカバーしなくちゃいけない。いやー、なんとかこれはすぐさが、そしてあすかが両替戦を挑んだ。大したもんだ、大したもんでありまして、重攻撃で全中攻撃であります。しかし、しかしもう危ない。いやー、朦朧としております。完全に朦朧としております。どうでしょうか、大丈夫か。あーっと、しかしね、ライオネスアスカもちょっと出血がひどくなりました。ライオネスアスカまた押しております。ドライバーですか。あー、本当ですよ。もうね、ちょっとね、頭を押しますね。これはちょっと無理ですよ。キッドさん、ひどいことになりましたね。怖いですね。お互いに手を取ってます。この試合はひどかった。この試合はひどかった。まだしかしやる気、まだやる気であります。さあ、今度はローラ・ボンドですが、上がってまいります。これまた下位から下、あーっと、ハイエネスが行った。肩に一つの通しであります。素晴らしい投手だ、バイオネス、一つの投手。これはちょっとね、生産を極めておりますが、クラッシュギャルズの投手が健在だ。素晴らしいクラッシュであります。いやー、この人気も分かります。この人気も分かります。クラッシュがどれほどまでに投手があろうとは、素晴らしい投手であります。もうファンは総立ち、ファンは総立ち、負けておりません。メキシコの最強コンビに対しまして、一歩も後に引きません。しぐさ、しぐさ、しぐさ、こう巻き起こっております後楽園ホール。誠に見事、クラッシュ後に引きません、一歩も後に引きません。素晴らしいファイトですね。本当ですね。ベストバウト、よし、本当に素晴らしい試合を展開しております。出血なんか問題にいたしません。ライオネス飛鳥の闘志、誠に見事。そしてこれをカバーしております長与しぐさ、これまた本当に立派であります。しぐさどげ、コンビネーションが光った。しぐさどげ、よくかわしました。もうゴンザレスもですね、期待から金属がほとばしております。さあ、ほとばっていった、ほとばっとが飛んだ、またいった、またいった、入っております。そして、素晴らしいライオネス飛鳥。さあ、どこで決めるか、フィニッシュ用ボール取るか、顔面真っ赤。そしてバックホームが腹を打ってかわしたが、完全に参っている。さあ、ホームの体勢だ、入った。鮮やか、10年根性の防衛であります。顔面真っ赤、ライオネス飛鳥、本当によくやった。あれだけの出血で、ノーキャリアンスティングに行きました。これは素晴らしかった。何か息を飲むような、背筋が寒くなるような、そんな素晴らしいファイトでした、クラッチギャル。いやー、今の人気最高、頂点に立っているクラッチですが、やはりプロレスでもですね、
本当に今やもう最高と言ってもいいですね。本当ですね、はい、まあ、今日の一戦ね、こんな平場のね、あの戦いになるとは思わなかったですけどもね、はい、まあ、本当にあの両軍戦術を流しながらね、はい、こうギリギリの限界まで、その中で耐えて闘志を見せたね、素晴らしい戦いだったと思うんですけどもね。キッコさん、はい、入ったもんですね。すごいです。はい。ハタさん、はい、いかがですか。いやーもうね、あのファイトはね、はい、我々があの応援してもね、応援しきれない部分のあのカップですね。はい、ハイパーです。ファンの皆さん泣いてますよ。ね、クラッチのファイトには本当に頭が下がります。今日、超満員のクラッチファンも本当に期待に応える素晴らしい一戦でした。2人のコンビはガッチリ、改めてファンの声援に応えておりますクラッシュ。いや今日はファンもきっと満足したでしょう。ファンも満足したでしょう。よくやったよくやった、本当によくやりました。チャンピオンベルトが帰ってまいりました。ファンの声援に手を応えております手を挙げて応えております。それがクラッシュですね。それがクラッシュだ。30年の全日本女子プロレスの流れを大きく変えました。こういった戦いもあったわけであります。今改めて上田チャンピオンコミッショナーが認定証を呼び上げます。肩を抱き合い、本当にクラッシュよくやりました。流血おびただしいタイムリーチャースト長尾千里が飾っております。そして今フジテレビ杯が送られております。まあしかしね、相手がメキシコのギャラスカ・ゴンザレスということで、私もねこれは大変な防衛戦だとは思ってましたが、予想以上の大変だったんですか。もう予想をはるかに超えた、あの普通の凄まじい試合でしたね。果たして今までこんな凄まじい試合があったでしょうか。素晴らしい試合でした。素晴らしい根性でした。改めて今ジミー加山がクラッチの手を高々と上げております。ファンの声援に応えます。ファンの声援に応えます。いやクラッチとファンの、ね、気持ちがまさに一つになっている後楽園ホール、熱狂の一つであります。素晴らしかったですね。さあそれではあのそろそろ後楽園ホールからお別れしたいと思うんですけども、松尾咲子さん、はい、改めてお母さん感想はいかがでございますか。すごい素晴らしいです、はい、なんだか本当にもう相手をねこう投げてやりたくなりました。興奮しました、はい、ありがとうございました。畑さん、はい、いかがですか。いやもう興奮して今日出られないですよ、はい、ねえー、はい、畑さん、松尾さんもね本当にもう今日は文字通り手に汗握り涙を流すの声援もございました。この辺りで後楽園ホールからお別れいたします。まだあのクラッチの2人がねいつまでもファンの声援に応えて本当によくやりました。それではこの辺りでお別れすることにいたします。宮本さんどうもありがとうございました。UWA 世界チャンピオンラ・ギャラクシカは UWA 代表ユーブレットバース UWA 代表フランシスコ・フローレスの承認のもとで1984年9月11日東京大阪体育館においてお互いのベルトをかけて対戦することをここに合意する。両者は正々堂々と戦うことを宣誓し、全部の特別コミッショナーの面前で宣誓書に署名し宣誓書を取り交わしました。1984年8月15日
模様をご覧いただいたんですが、宮本さん、はい、前例がないといいますかね、大変なタイトルマッチになりましたしね。そうですよね、はい、まあ、あの世界の女王のナンバーワン決戦というね、非常にあのプロレス界でも格といいますかね、非常に最高の格 の、 あの試合になりましたよね。そうですね、はい、さあ果たしてどういった一戦になりますか。まもなく選手が入場してまいります。極悪同盟の反則勝ちにまだ騒然としております大田区体育館であります。さあこれから今日のメインイベントが始まる。ジャガーのテーマが会場いっぱいになり響いております。 3WA と UWA2 つの世界タイトルをかけましたダブル世界選手権試合がこれから始まるわけであります。大変なファンの熱狂ぶり、今ジャガー横田姿勢を低くいたしまして、のチャンピオンベルトをしっかりと巻いて登場いたします。ジャガーの入場です。ジャガー入場です。リングの上では強いジャガー横田もこのファンのね熱い歓迎にはちょっと弱いといった表情を見せました。ジャガー横田リング上で生き返りました。さあジャガー横田が登場いたしました。一つこのメインイベントは宮本さん、はい、ファンを納得させるすっきりとした試合にしてもらいたいですね。本当ですね、はい、あのまあ、横田、ギャラクティカ、まあ、3度目の決着戦ですからね、はい、そして今静かな入場であります。メキシコが生んだ偉大なチャンピオンです。ラ・ギャラクティカ、しかもジャガー横田とは因縁の関係にあります。今日また因縁の対決を迎えました宿敵同士です。ジャガー横田、ラ・ギャラクティカ、今超満員の大田区体育館のリングで顔を合わせた。いきなり結構激ファイト、ちゃんとした試合をしてもらいたいと今宮本さんに言った途端なんですけども、ラ・ギャラクティカ相当な興奮ぶりであります。なんかいきなりあの狂気のようなものを持って受け止まりましたね。どうしたんでしょうか。やはり前の試合でちょっと異様な雰囲気にね、選手の方も巻き込まれましたかね。ラ・ギャラクティカご覧ください。まあそうじゃなくったってあのジャガー横田選手はね、肩の脱臼というような今日はハンデも持っております。さあ改めて今両選手そしてレフリーに対しまして花束が贈られます。桑田靖子ちゃん、今あのリング上に登場しているね、はい、ジャガー横田選手が 3WA のシングルチャンピオンなんですよ。もう一番強い選手や。いやでも ね入った時からバーナーでやられてしまう方、はい、怖そうですよね。怖さっしょ。はい、ラ・ギャラクティカというのもメキシコではですねナンバーワン、体は小さいんですがすごいテクニックを持ってましてね。なんかねあれですね、あの、はい、男でいうと長州とマスカラスの対決みたいな、ね、なるほどなるほど、ね、因縁試合なんですよね、うん、今度はジャガー横田ですか。汚いですよ、いきなり強襲攻撃で血が出ちゃってますよ。もうなるほどね、うわすごい、はい、カールミの早い新平さんという感じもいたしますけども、さあこれから改めて選手の紹介でありますが、その前にコミッショナー宣言です。しかし今あのジャガー横田の表情が映ってましたが相当怒ってますよね。そうですね、厳しい顔ですね、はい、今上田晋司コミッショナーから CWA、UWA2 つの世界選手権試合として認定いたしますというねコミッショナー宣言がありました。ちょっと場内のお客様にコミッショナーから特別ルールの紹介であります。メキシコ本部の国バカのレスリングアソシエーションのロサンゼルスに本拠を置きます 3WA の今日会長が話し合いの結果、初めてのサブタイトルが日本で行われておりました。調査にはこの栄誉を伝えて時間をもらいます。ということでこの試合をですね改めてダブル世界選手権として認定するというコミッショナー宣言がありました。早くもジャガーのですね左の太もも強気攻撃で切れてましてね、ご覧のように血が流れております。早くも血を呼んだ。さあこれから選手の紹介であります。藤井エディングアナウンサー騒然としております。前の試合から早くも興奮状態であります。
ジャガーに対するこのテープを、そして関税をどう見たか、どう聞いたか、ラ・ギャラクティカであります。さあ、因縁の対決が始まります。ジャガー横田、そしてラ・ギャラクティカの対決は去年の5月、川崎市体育館でした。この時は見事にラ・ギャラクティカがジャガー横田を破りまして、紙切りマッチになっております。まっすぐにですね、大宮でしたっけ、はい、そうです、接触はいたしましたが、あの敗戦というのはジャガー横田ね、一生忘れることはできないでしょうね。本当ですね、はい、まあ、ああいう衝撃的な試合というのはね、そうそうあるもんじゃないですからね、今日は松永審判部長がレフェリーを務めます。さあ、この試合は60分日本勝負、2つのチャンピオンベルトをかけて今、あ、ギャラクティカ張り手張り手、空振りに終わりました。あっと、今度は桃を蹴っている、また桃を蹴っている、血が流れております。ジャガー横田の桃を蹴つけました。なるほどね、今日は初めからあのあそこを攻めるんだと、何か血でですね印をつけたような感じですね、本当ですね、まあ、あの血の標的と言いますかね、はい、そういう感じの、あの試合運びですね。ゴミと同時にですね、やはり強敵を太ももに置いております、ジャガー横田。さあ、ガ・ギャラクティカ、本当に今日は思い切った試合ぶりを見せるでしょう。何と申しましても、ラ・ギャラクティカにとりましては CWA の世界チャンピオンベルトもかかっております。現在 UWA の世界チャンピオンラ・ギャラクティカ、 CWA の世界チャンピオンジャガー横田、2人が2つのチャンピオンベルトをかけての対戦であります。勝てば2つのチャンピオンベルト、そして負ければベルトを失ってしまいます。両者負けられません、後に引けない一戦になりました。それにしてもね、本当にやすこちゃんひどいことやるでしょ。すごいですね、本当に先に言われた通りに先に血をつけておいてね、はい、でそれでもうそこを目的としてもう頼むみたいな感じで、ねえ、ね、怖さ師匠、はいはい、女性というのはですね、いざとなったらあの執念というか残酷さというか、もう目が変わります、目が、すごいですね、はい、女の執念というのは本当に恐ろしいという感じがね、私たち男性にはいたします。さあ、その執念と、そしてチャンピオンベルトをかけました世紀の一戦が開始されております。大田区体育館、何かあの太ももから血を絞り出すような感じのギャラクティカですよ、本当ですね、これはちょっと制止できません。またやっております、またやっております。あるいはラギャラクティカ吸血鬼か、血を見て興奮しております。ギャラクティカ徹底的に攻めております。やりますね、塩根さん、はい、今日はリングサイドにはジャガー横田選手のお母さんも見えてまして、ね、そうですね、その目の前ですね、はいはい、これはちょっとファンにとっては正式な一戦になりそうであります。まああのどちらかというと冷静なラ・ギャラクティカがですね、これだけ興奮した感じでリングに登場してくるとは宮本さん、私は思わなかったんですかね、本当ですね、いつもの、試合とはちょっと雰囲気が違いますね、はい、あーっとこれはうまかった、場外に落ちた、場外に落ちましたラ・ギャラクティカ、いや、ジャガー横田、初めて一矢報いました。しかし何か足を攻められてですね、立ち上がれません。ラ・ギャラクティカはもんどり打って場外へ。油断なりません。しかも2つのタイトルが勝っております。3WA と UWA であります。勝って2冠を制するか、負けて、3WA のタイトルを失うか、ジャガー横田、大変な一戦です。まあこれ負ければあのベルトも海外へ流出するわけですからね。そうなんですよ、まあこの 3WA のチャンピオンベルトというのはね、このところもずっと日本にありましてね、海外に流出しておりません。そういった意味では意地でもこのベルトを守りたいというジャガー横田、足を攻められてちょっと苦しそうな表情を見せたジャガー横田。さあ、ラストボストンクラブの体勢だ、どうか、入っている、ちょっとね足を痛めております。ラ・ギャラクティカとしてはこのボストンクラブは効いているでしょう。足を固めました、目には目、歯には歯、十分に一つ足を攻めてもらいたいジャガー横田。さあ、しゃべるクラッチの体勢に入った、どうでしょうか、そうなんです ね、もっと思い切っていってもらいたいところ、さあ行け、さあ腕を持ってジャガーどうするか、
さあ今度は逆に腕を持っております。矢川の関節技、さあ腕を止めている、そう遅れてますね。そして足を持ちました。ようやくジャガーの眼光鋭くなってまいりました。リング上であります。まあこういったグランド技でじっくりと攻めておいて、いつ空中殺法が飛び出しますか。ジャガー横田、さあストンピングであります。ストンピング、また場外に転落、追っていった、大丈夫か。ジャガー追っていきました。向こう側どうでしょうか。ジャガーが場外でも優勢のようだ。ジャガー優勢のようであります。本部席に叩きました。ジャガー横田、まあ判定はありませんがね、ようやく体勢を五分にいたしました。ジャガー横田であります。ローラ・ゴンザレスが出てますんで、場外は十分に気をつけなくちゃいけません。まあ、前回もそうでしたけどもね、はい、前回ギャラクティカとやった際はあのモンスターリッパーがよく乱入しましてね、苦しめられたんですけどもね、今回はゴンザレスじっとおとなしく見てますね。そうですね。あれ今度はボクシングスタイルになりましたよ、ね、あーっと足を飛ばしました。ジャガー横田であります。ちょっとボクシングスタイルになりまして牽制しておりました。ラギャラクチカ、さあギャラクチカに対しまして足を飛ばした。ジャガー横田どうかロープに飛んだ、さあ足が飛んだ。ギャラクチカの強烈なキックカウンター、もう一回今度は行くか。まあとにかくラ・ギャラクチカいろんな技を持っております。今日はまだメキシカンストッチは出ておりません。さあジャガーかあるいはラ・ギャラクチカか、UWA2 つのチャンピオンベルトをかけました。壮絶な一戦が展開されております。何か今日はですね、ジャガーが盛んにグランド技、ね、本当ですね、意識的に何か使ってるようですね。意識的にやってるみたいですね、お客様争奪という感じで見守っております。場外に落ちました。飛んだどうか、相打ちであります。ギャラクチカ気の強い選手ですね。本当ですね、あの体勢から飛んできましたね、はい、ちょっとギャラクチカも肩を打ちました。しかし攻撃の手を休めません。ジャガーが完全に参っている。どうするか、一石に差し付けられました。場外戦今度は接中だ。今のはちょっと強烈ですね。音がしましたね。音がしました。放送席にも控えてまいりました。また接中攻撃か、また行った。いやデビルが行っています。これは完全にラ・ギャラクチカのペースになりました。おそらくちょっと流血してるんじゃないですかね。そうでしょうね。ギャラクチカにやられました。ジャガー横田、また行った、また行った。何か狂気のようなもの持ってますね。何か狂気を持っている。いやジャガー思っても見ないね、今日は失血が試合開始前にありました。またもジャガーに対しまして狂気攻撃。いやそれに対してもタイトルに対する執念が大変なものがあります。ジャガーはまだ場外に落ちております。カウントが今16、今ようやく上がってまいりました。やはり期待を切っております。期待を切っております。ジャガー今日は大変なことになりました。やすこちゃん、ちょっとジャガー危ないですね。もうダメですよ、痛くて、ね、私も痛いです、はい、ね、はい、いや宮本さん、このままジャガー破れるんでしょうか。いやまあ、ジャガーもですね、はい、まあ、今回は8度目の通算の8度目の防衛になるんですけれども、はい、修羅場っていうのはね、何回も通り越してますからね、かこれぐらいじゃまだ大丈夫ですと思いますがね。そう思いたいですね。しかし相当やられてますからね、はい、大からし試合開始前は子供からし流血の産地。ジャガーのことは全くいいところがありません。
あのジャガーのいかにもジャガーらしい空中殺法はどこに行ったか。ジャガーのジャガーらしい動きが全くない。主勢一方だ。ザ・ギャラクシカ思うように下がっております。 UWA チャンピオンのザ・ギャラクシカ、 3WA チャンピオンのジャガー横田、またカウントが入った。危ない。カウント2です。カウント2、判定でいけばもう完全に一方的。あーさあない。これは能天気優勢。今なんかバブっていってますよ。本当ですね。決まったかと思いました。ジャガー危ないですね。いつ反撃のチャンスをつかむか。あ、得意の先頭に出ますね。ああ、決まった。これはもうダメだ。ジャガーダメだ。カウントが入る。また行った、また行った。よくかわしております。よくかわしております。キャラクティカもですね、今の先頭を一つの決め手に置いたと思うんですよね。そうでしょうね。しかし決まりませんでした。これはうまい。カウント一瞬だ。ジャガーは死んでいませんでした。ジャガー死んでいませんでした。さあトップロープに上がった。トップロープ空振り。ジャガーの空振り。今度はギャラクシカが行きます。ギャラクシカ攻撃。ギャラクシカ場外へ。高いところから落ちました。本当ですね。あ、今ジャガーがですね場内に入れますね。この作戦はどうか。鉄柱を返し、鉄柱を返し、向こう側鉄柱にお返し。ようやく1本を晴らしました。ジャガー横田、ご覧ください。ギャラクシカ今何かですね、血が出てるんですよ。あー、血中攻撃で血が出てるんですよね。えマスクの中から今血がどっと溢れてきました。本当ですね。すごいですね。すごい流血ですね。あります。さあこれはちょっと試合続行難しいか。今ねマスクの中で見えなかったんですけども、血がどっと溢れてまいりました。流血、流血。ジャガーも流血、ギャラクシカも流血。ボールを落としております。さあ、さあどうするか。マスクの下から血がもう溢れててまいります。ジャガーが行く、ジャガーが行く。さあジャガーがロープへ。ロープ越しのブレンバスターに行くか。ロープ越しのブレンバスター入りました。とこのままこれは決まったスープレックス。一射ワンにスープレックス。ジャガーの得意なスープレックスはダメ。もう一発行くか。抱え上げました。さあトップロープに据えました。トップロープに据えました。一発ボディにカウンター。そしてこのまま行くか。これはすごいぞ。2段からのですね、ダブルアームですね。ダブルアームスープレックス。これは決まった。強烈だ、強烈だ。とどめを刺す、とどめを刺す。ダメ。それにしてもギャラクシカすごいぞ。ギャラクシカの投手も見事。さあもう一発、もう一発。あーっとギャラクシカ反撃だ。危ない。ジャガーが行った。さあジャガーが鮮やかに飛んだ。そして後ろこのまま進めた。これは見事。今腕をうまく決めましたね。そうですね。はい。まあジャーマンスーブレット東京の体制なんですけども、腕の決め非常に宮川のオリジナルの、はい、ジャガースペシャルですよ。そうです ね、 初めて見ましたジャガースペシャル。最初はフィニッシュをハイスミックス考えてると。鮮やかなジャガースペシャルが出ました。デビルの民が入ってまいりました。テープが飛んでおります。いやー、しかし最後はですね、初めて披露いたしました素晴らしい決め技、ジャガースペシャルと申し上げます。それにしても敗れたらギャラクシカもですね、本当にもう顔面から血を吹き出しながらよく戦いましたね。そうですね。まあ今のジャガーのスプレスですけども、ね、はい、ちょうど両腕を取って前そうなんです。
掴みますね、だからあのギャラクティカとしてはもうあれはちょっと受け身の取りようがなかったでしょうね。そうですよね、はい、いやー小朝師匠、はい、いかがでしたか。もうねちょっと近代まれに見る名勝負じゃないですか、これは素晴らしい試合でした ね、 はい、新平さんいかがです。いやもうびっくりしました、あのね、はい、腕をね抱えてのね、あの身動きのどけないね、あのジャガーさんの新しいスプレックスですか。あれは素晴らしかったですね。あれ男にもありませんよ。ありません、驚きました。あの本来でしたらジャーマンスプレックスゴールドかと思ったんですけど、腕の決め方がねこうね特別してましたからね、はい、あれはオリジナルスプレックスはすごいですね。素晴らしかったですね。これで UWA のチャンピオンベルトもギャラクシカ失ったわけですね。そうですね、もう、はい、あの横田選手はこれで世界の2冠チャンピオンになったわけです。世界の2冠、本当に世界最強の女、ジャガー横田やりました。 UWA のチャンピオンベルトを巻き、そして CWA のチャンピオンベルトを巻き、いやーこれは見事、晴れ姿ジャガー横田、またの世界一。まあ、日本の女子プロレスがですね、日本に根付きましたからね、はい、これから30年の歴史があるわけですけども、 その30年という歴史にですね、ここで新しいステージを決めるわけですね。素晴らしいあの2冠チャンピオンの誕生ですね。まさに女子プロレス30年の歴史の中に完全として輝きます大偉業、ジャガー横田2冠を制しました。今日はあのかつての 3WA チャンピオンの赤木成子さんもね観戦しておりましたが、おそらくこの満員のお客様を前に感無量でしょう。そして何よりもジャガー横田胸中はどうでしょうか。今フジテレビから記念の盾、そしてトロフィーを贈られました。改めてファンに示しております。まああのクラッシュギャル旋風が吹き荒れている今の全日本女子プロレスですけども、宮本さん、はい、違った意味でまたジャガー横田の技といいますか、この素晴らしい闘志をですねファンも買ってくれるでしょうね。そうですね、まあはい、この人は昔からですね、とにかく私はレスリングで勝負をするとずっと言い続けてきましたね、はいはい、じゃあの小早川さんお願いいたします。最後もらいます、はい、3WA そして UWA ダブルタイトルチャンピオンに輝きましたジャガー横田選手です。おめでとうございました。皆様の声援のおかげだと思っています。チャンピオンベルトの方はもうずっと守っていきたいですね。そうですね、日本に UWA を作れたことが誇りに思ってずっと持ち続けたいと思います。最後にファンの皆様に一言お願いします。本当に応援ありがとうございました。おめでとうございました。今日のお客様に一言ですね、ちょっとあの感想を聞いてみましょう。やすこちゃんどうでしたか。はい、またぜひね見に来たいと思います。そうですね、すごいもう興奮しました。よかったです。小朝師匠、いやね、ジャガーさん強いと思ってましたけど、はい、本当に強いです、ね、そうですか、またあの暇を見つけて、はい、ぜひあのお見えになってください、はいはい、ありがとうございます。新平さんいかがですか。もうね男のプロレスばっかり見てたんですけどもね、はい、女子プロレスのこの迫力を見たらね、もうこれは本当に会場に足を運ぶ気はないですね。これからもね、はい、ぜひあのいらしてください、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。しかし宮本さん、はい、またですねジャガー横田が新しい自分の時代をこれからさらに築いていきそうですね。そうですね、はい、まああのジャガー横田の神話の時代をね、これから本当ますます頑張ってほしいですね。そうですね、はい、興奮のお宅体育館でございました。この辺りでお別れいたします。ごきげんよう、さよなら。女子プロレスラー13人によるバトルロイヤルである。美しき女性の肉体の乱舞にうっとり見とれてよだれなど垂らすことなかれ。ここまでの放送は日本レンタカーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからの放送はアルインコ、日本レンタカーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。世界のプロレス初公開になりました1万5000ドル争奪女子プロレスラーによるバトルロイヤル、13人でこれから争われます。今出ているご覧の13人でこれからバトルロイヤルが展開されるわけです。本間さん、はい、これは一層華やいな雰囲気の中で行われるわけですが、なんとなく異様な雰囲気もありますね。そうですね、大変ボリュームがあるし、一種独特なこう雰囲気があって、ね、面白いじゃないですか。はい、いかにもこう大小さまざまといった感じですよね。ひときわその中でも今画面の左に見えますピンクのモヒカンガリ、これがマッドマキシムというレスラーなんですよ。いいですね、モモさんね、はい、
193センチぐらいありますね、はい、大変若い選手ですからね、はい、元気がいいですよ。このマッドマキシムが今このリンダ・トーマスを攻めています。本間さん、バトルロイヤルの場合はオーバー・ザ・トップローブによって失格ということになるわけですね、はい、そういうことです。このマキシムなんですが ね今大変フロリダで ね人気があるマネージャーとして活躍してますんでね、もう注目をしたいですね。すで、はい、にもうこのリングの下にはロレイン・デバインが最初の失格者として落ちているようです。さあ、マッド・マキシムが首元を締め付けます。これはリンダ・トーマスです。もう攻められる一方のリンダ・トーマスです。こちらの方もかなりの人数が入り乱れているわけですが、本間さん、はい、バトルロイヤル勝ち残るための一つのコツというのはどうですかね。インサイドは要するに頭です ね。それともう一つこの女子で面白いのはですね、コスチュームです ね。これの次の色分け、あるいはまたこの髪の毛、はい、もう一つはこの人種のいろんなこう入り乱れられた個性ですね、はい、この中で見ていけば面白いんじゃないでしょうか ね。 でしょうね。まあ、それぞれに本当に個性のぶつかり合いになりますバトルロイヤルです。既に2人目のリンダ・トーマスも落ちています。さあ、今度はマッド・マキシムがウェスリー・モンローです。ブルーにそして紺のストライプ、金髪のウェスリー・モンローを攻めていました。さあ、この赤の水着がシェリー・マーテル、これはなかなかの強敵そうですね。この赤毛にこの赤い水着 ね、かなり気が強そうですね。そうですね、いかにも性格むき出しといった感じの水着になっておりました。マッド・マキシムとウェスリー・モンロー、かなりこれ身長差があるように感じますよ。モンローね、30センチあるじゃないですか ね。小柄のこのウェスリー・モンローなかなか健闘しています。今手を取ってマッド・マキシムを飛ばしました。しかしロープの下に落ちない、足を抱え上げて3人目はマッド・マキシム、これが失格者、3人目の失格者になりました。さあ、そして黒に白、さらに花柄が入っているのがデビー・コンムズ、シェリー・マーテル、赤のシェリー・マーテルと、そしてジョイス・グレーブルが2人がかりで攻めています。なかなか落ちません。さあ、その向こう側です。1人攻められています。これはリズ・メラニーです。飛ばされました2人がかり、最後はウェスリー・モンローが落としました。ウェスリー・モンローがリズ・メラニーを落としました。これで4人落ちました。この攻めうまいですね、はい、この辺がモモさん、いわゆるインサイドワークになるわけですね。今背後からウェスリー・モンローがシェリー・マーテルを捉えておりました。さあ、こちらの方はデビー・コンムズ、ネイチャーガールを捉えています。ネイチャーガールの首を取っていたのはデビー・コンムズ、そしてシェリー・マーテルを背後から攻めているのはウェスリー・モンロー、エルボーを食らってしまいました。さあ、このブルーに白の模様が入っている金髪の大柄の選手がキャンディ・デバインです。シェリー・マーテルの髪を掴んでいました。そして白と黒のゼブラストライプが見えましたが、今これがデスティナ・モンタガス。激しいリングの戦いになっています。誰が誰を目標にするのか、門馬さん、これを十分に決めとかないといけませんね。そうですね、仲間同士といいますか、チームもありますんでね、はい、こういったところが面白いところですね、はい。今度はシェリー・マーテルと、そしてキャンディ・デバインで2人がかりになっています。ああ、今1人落ちそうになっていますが、これはキャロルソンでしょうか。その前にドナデーもすでに落ちています。もう半数近くがこのリングから消えてしまいました。今首を捉えて攻めている金髪の選手がこれデビー・コンブズ、攻められているのはデスティナ・モンタガス、さらにこれにブルーの水着を着ているレスリー・モンローが入りました。本間さん、ここまででもうすでに半分近く、半分以上消えましたけどね、戦いぶりどうですか。まあ、目立つのはですね、このデビー・コンブズ、はい、それから赤のシェリー・マーテルですね、これ気が強いところ、ハイキングスピリットありますね。このシェリー・マーテルとですね、はい、そして先ほど非常にアメリカでも人気の高かったというジョイス・グレーブル、はい、この2人が組んでますので、デビー・コンブズはこの辺もちょっと注意しなければいけませんね。さあ、ウェスリー・モンローが抱え上げられて、今リングの下に落ちた、失格です。さあ、残りがいよいよこれで4人になりました。デスピナ・モンタガス、ジョイス・グレーブル、シェリー・マーテル、デビー・コンブズ、この4人が残りました。この小太りの紺の水着を着ているのがジョイス・グレーブルです。今リング内ではこのシェリー・マーテルとジョイス・グレーブルがデスピナ・モンタガスとデビー・コンブズを攻めています。やはり体重がある分打力ありますね、はい、髪を捉えてマットに思い切り叩きつけました。だいぶダメージが大きいようです、デスピナ・モンタガス。さあ、
グレーブルがモンタガスの首を取った。共に飛ばした。コングスとモンタガスがぶつかりました。喜んでいるのはグレーブルとマーテルです。赤の水着がマーテル、そして紺の水着小太りがグレーブル。おっとこれは天間さん、どこを攻めてるんでしょうかね。ここを攻めてますね、はい、蹴りがないですね、はい、今度は絶品なモンタガスが逆にジョイス・グレーブルを攻めています。ロープを使ってのネックブリーカーです。後ろから今度はマーテルが行った。この辺のマーテルとグレーブルのコンビネーションはなかなかいいですね。サミング攻撃、背後からマーテルのサミング攻撃。モンタガス完全に捕まっている。おっとコンブズ落ちた。これはオーバーザトップローブじゃないから失格じゃない、失格じゃない。これはコンブズはまだリングの中に戻れます。2段目でしたね、はい。あっと今落ちたのはデスピナ・モンタガス。リングの中は現在赤の水着のシェリー・マーテルと小太りのルイス・グレーブル、そして今デビー・コンブズが戻りました。3人になりました。さあ門馬さん、はい、これはとにかくグレーブルとマーテルの共同作戦でコンブズにとっては苦しいですよね。連続タッグマッチになりましたね、はい、首を取ってコーナーマットに差し付けました。そして両端を取ります。卑猥な攻めになりました。ボディにパンチを一発、胸元に一発、さらにボディです。これは二人でじわりじわりと攻め込もうというモンマさん、ところが十分に見られますね。あっと飛び込んでいったマーテル、これをコンブズがうまくかわしました。十分に距離を取ってからコンブズはマーテルとグレーブルと戦わなければいけません。足を蹴ります。バランスを崩してバットに崩れた。マーテルが髪をつかむ、そしてバットに一発。お客さんはね、はい、もう完全にこのコンブズを応援してますんで、ね、そうですね。マーテルとそしてグレーブルペースです。2人がかり、さあツープラドに出ました。大きくダメージを与えます。これはちょっと効いていますね、モンマさんね。グレーブルのね、はい、余裕ですがね、はい、これからが試合の肝心なところですからね。どう展開しますかね。ベビーコンちょっと立ち上がれませんか。髪を掴んだのがシェリーマーテル、赤の水着です。紺の水着はジョイス・グレーブル。ロープに飛ばした。スープラドンのラリアット、これも綺麗に決まっています。苦しくて喉を抑えるのがデビー・コンムズ。1万5000ドルまであと3人となっています。しかし一方的にデビー・コンムズが攻められています。また髪を取りました。抱え上げてボディスラム、そしてトップロープからシェリー・マーテルがダイビング。これをうまくかわした。デビー・コンムズうまくかわしました。ボディをぶつけましたシェリー・マーテルです。しかしジョイス・グレーブルがさらにデビー・コンムズを攻めます。髪を掴んでロープに飛ばす。あっと逆に飛ばされた。グレーブルが失格です。あ、体重を利用されましたね、はい、さあ今度は最後の力を振り絞るデビー・コンブズ。フライングキック、シェリー・マーテルの足を取ります。ハンドを利用してトップロープから落ちる。シェリー・マーテルも失格、デビー・コンブズ優勝です。2人がかりのジョイス・グレーブルとシェリー・マーテルをかわしました。デビー・コンブズの見事な優勝です。13人で争われました1万5000ドル争奪の女子プロバトルロイヤル、見事に最後に残ったのはデビー・コンブズ。いやー、桃さん、それにしてもこれは本当にデビー・コンブズにとっては苦しい戦いでしたね。そうですね、今の完全にこれね、試合後半2対1変則タッグマッチになりましたからね、まあ、素晴らしい逆転勝ちですね、はい。本間さんやっぱりその素晴らしさはやはりデビー・コンムズの投手ですね。それと同時にグレーブル側は作戦負けです、はい、ちょっと策に溺れた感もありましたね、はい、1万5000ドル争奪女子プロバトルロイヤル13人で戦われましたが、その栄光は最後にデビー・コンムズが掴みました。格闘技への憧れは必ずしも男だけに限ったものではないことがよくわかる。それは男女の違いを超えた人間が本来持っている闘争本能のせいなのかもしれない。